現在も取材にね、こう、勤しんでおりますね。先週、皆さん、厳しいね、キャンプ、しっかりとこなしてる様子ですね、こちら。ちょっと沖縄県金武町でのこの浦和レッズのキャンプ、なかなかこう晴れ間が見えずにですね、ちょっと天候なかなか不安定なんですが、まあ、それでも、リカルドさん率いるね、この浦和レッズ、順調にトレーニングメニューは消化している様子ですね。今回ね、このVlog ですね、2回ほど上げさせていただいたんですが、まあ、最初はね、導入のような形でしたので、今回はですね、まあ、このキャンプでの様子を遠巻きにこう、眺めながら、ちょっとね、このリカルド・ロドリゲス監督、リカさんのですね、こう、指導の様子とかね、振る舞いとか、まあ、どんなことをおっしゃってるのかとかね、その辺のことをちょこっとね、触りみたいな形でお話できたらなと思っておりますね、今。ああ、スタッフの方がボールをもらいに来ましたね。リカさんはですね、徳島ヴォルティス時代に、4年間チームを率いて、で、昨年、浦和レッズの指揮官に就任して、1年、シーズンを過ごしたわけですから、それで計5年間ですね。そして今年は6年目、日本での生活が6年目ということになるんですね。そのね、で、今回、リカさんはその母国のスペインに帰らずにオフはね、日本で過ごしたらしいんですね。まあ、このコロナ禍のご時世ですからね、なかなか海外を行き来したりするのがなかなかリスクが高くて、またキャンプもね、すぐに始まってしまいますから、リカさんもね、そのあたりをこう鑑みて、日本に留まったんでしょうが、それでもね、ゆっくりと、オフをね、過ごせたっておっしゃっていましたから、非常にありがたいお話ですね。こう、日本でのね、こう指導者生活にしっかりと邁進していらっしゃる、そしてね、この浦和レッズをね、非常にこう、強いチームにね、こう、知っていただけるようなご指導を残してくださっている、非常にありがたいことだと思っておりますね。はい。で、このリカさんなんですがね、日本での生活が長くなったこともあって、結構指導中に日本語を発するんですよね。一番ね、こう発する言葉はね、素晴らしいって言うんですよね。選手たちのプレーを褒めたたえてこう言うんですがね。リカさん、結構熱血なので、選手たちにね、頻繁に檄を飛ばすんですけど、その檄の内容もね、励ましたり、鼓舞したりね、褒めたたいたりするような言葉が多いんですね。その際にね、頻繁に素晴らしいって言うんですよ。ちなみに、ナイスも言いますね。ナイスとも言いますね。はい。ただね、リカさんの母国のスペイン語だと素晴らしいってブラボーって言うんじゃないですかね。でもリカさんブラボーって言わないんですよね。ちなみにね、ミハイロ・ペトロビッチ監督、ミシャさんですね。ミシャさんはしょっちゅうブラボーって言ってたんですけど、セルビアの人なんですけどね。このあたり、なかなか興味深いところですね。それから、リカさんはですね、結構ですね、
ごめんって言うんですよね。謝るんですけどね。これ何に謝ってるかというとね、まあ、例えば、こう、意図通りの、指示がね、選手たちにできなかった時とかですかね。それから、まあ、ちょっと自分の言い方がね、ちょっとあんまり良くない表現だったりした時なんでしょうか。ごめんっていう、言うんですよね、結構。はい。その言い方がね、ごめんって感じでね、非常に爽やかな感じでね、これもまたなかなか、面白いですよね。はい。リカさんはもちろん、母国語がスペイン語ですから、日本語にね、こう通訳するために、小畑直嗣高知県通訳がですね、しっかりと寄り添って選手たちに伝達してるわけですが、この小畑コーチのね、日本語もまた非常に丁寧で、なんというか柔らかいと言いますかね、非常にこう寄り添ったような、穏やかな調子でおっしゃっていただけるので、なんていうんですかね、こう、リカさんのこの思いみたいなものが、とてもいい形で選手たちに伝わってるような印象がありますね。いや、通訳とね、それから指導者の結びつきっていうのは非常に重要でして、特にサッカーの世界では。できるだけ、こう、発しているね、指導者の方の思いとか感情みたいなものをやっぱり言葉に表さなければいけないんですね、この通訳の方というのは。その意味ではですね、もうこの理科さんと小畑コーチはもう一心同体と言いますかね、非常にこうシンクロした形で選手たちにいろいろなこうことがね、こう伝わってるんじゃないでしょうかね。このあたりも、ちょっとこの浦和のね、こうチーム力をこう高めている一つの要因なのかな、なんて思ったりしましたね。こう今のキャンプ、こう拝見させていただいていて。リカさんはですね、まあ、熱血ですよ。まあ、試合中の身振り手振りを交えたアクションを見ていれば分かりかと思いますけどもね。まあ、練習でもこう変わらないですよ。まあ、そのあたりのね、振る舞いみたいなものが。その熱意がね、今のチームに伝わって、選手たちもね、意気に感じてですね、この真剣に誠実にこうトレーニングに励んでいる様子がね、もう今すごく伺えますね。まだね、でもキャンプも序盤でして、まだ1週間も経ってないんですよね。ですからね、これからね、ますます強度の高いトレーニングがね、こう課せられて、いろいろなね、こう側面が見えてくると思うんですが、まあ、このあたり、こう練習の詳細な様子についてはですね、こう手前味噌なんですが、私が主催している裏拳プラスというウェブサイトがありますので、有料なんですがね、こちらをこう概要欄にこのリンクもさせていただいておりますので、もしご興味のある方は、ぜひご覧いただければと思いますね。はい。またこちらの楽研プラス公式チャンネルの方にも、もしね、関心を持たれている方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いいたします。はい。すいません、最後なんか宣伝になってしまいまして、また次回もこういう形でのんびりゆっくりとですね、お伝えしたいと思います。では、また次回。